社会民主労働党は、イギリスの北アイルランドの社会民主主義政党である。1970年結成。カトリック系の住民を支持基盤としており、北アイルランド問題においては、アイルランド共和国との統一を支持する。しかし、そのスタンスは、一切の暴力を拒否する恩恵なものであり、1998年のベルファスト合意以降は、 ユニオニストの最大政党だったアルスター統一党と連立政権を組むなど和平プロセスの進展に大きく寄与し、当時のジョン・ヒューム党首はデビッド・トリンブル北アイルランド自治政府首相と共にノーベル平和賞を受賞した。だが、その後の和平プロセスの行き詰まりから最近はより急進的なシンフェイン党に支持が流れる傾向にある。 2017年イギリス総選挙で、イギリスの下院に持っていた3議席をすべて失ったが、2019年、イギリス総選挙で2議席を回復した。北アイルランド議会には16議席を持つ。社会主義インターナショナル及び、欧州社会党の加盟政党である。また、イギリスの労働党、アイルランド共和国の労働党とは、同じ社会民主主義、中道左派政党として、 密接な関係にある。当主はコラムイーストウッド。ありがとうございます。